中国新浪講師が運営するミニブログサイト WeIBO で、G7 サミットをレオナルド・ダ・ヴィンチの作品最後の晩餐に模した風刺イラストが拡散している。韓国メディアアジア経済は、中国 WeIBO を中心に最後の G7 が拡散中と報じ、各国の国旗をあしらった帽子やターバンをかぶった複数の動物たちが席についている様子をイラストで表現し皮肉っていると伝えた。テーブルの真ん中に座るのはシロサギの米国。テーブル上で米ドル札をトイレットペーパーで印刷している。そして、犬の2本がテーブルにつく動物たちに緑色の液体を注いでいる。この液体は、福島第一原子力発電所の処理水をイメージしていると中国共産党系メディア環球時報が説明した。G7 参加国ではないが米国と赤係性の強い国々も描かれており、シロサギの米国と犬の日本、ライオンの英国のほかイラストには狼のイタリア、カンガルーのオーストラリア、ビーバーのカナダ、クロワシのドイツ、鳩のフランス、ゾウのインドが表現されている。右端に位置するゾウは点滴を受けながら弱っているが、これは新型コロナウイルス感染拡大が深刻なインドの状況を表現していると伝えられた。なお、韓国は最後の G7 の中に登場していない。